海の向こうの大切な人に大切なものを届けます。今回の配達先は北欧の国フィンランド。国の最南部フィンランド湾に面する首都ヘルシンキ。この町に舞台女優として奮闘する日本人がいます。演劇への熱い思いを胸にひたすら演じることに没頭する彼女。誰が何と言おうとこの瞬間は意味があるみたいな。しかし経済的にはどん底、収入はほとんどなく食うや食わずの生活をもう6年も続けています。今年はゼロですね、そんな娘に日本のお母さんが。人生でも何が正解かも分からんし、あの子が幸せだったらそれでいいんです。よくない、よくない。人生の全てと引き換えに舞台に立つことを選んだ彼女。彼女の役者人生を救った亡き父が残した言葉とは、そして母が届けた思いとは。ゆうちゃん今幸せですか？この番組はパワーウィズハート関西電力の提供でお送りします。こんにちは。ルトチキビの山口と申します。頑張りちゃいます。お世話になります。今日はお願いいたします。娘さんの優子さんが、これフィンランドで舞台女優をなさってるということなんですけども、行かれてどれぐらいになるんですか？もう6年ぐらいですかね。もともと日本いらっしゃる時から舞台女優をなさってた？いえ、高校出て向こうアメリカの方に出たんですけど、そこでそういう舞台の方を勉強してたみたいです。アメリカで舞台の勉強をして、なんでフィンランドだったんですね？それがわからない。あ、お母さん、なるほど。そのじゃあ理由は分かってないという。分かってない。心配はないですか？心配はしてます。食べれてんのかなと思って。収入がどうなってるのかもあんまりわからないし。はい、はい、そうですね、舞台女優さんとしての収入というのをちゃんと得てるのかという、そうなんです。どういう役をやってるとかそういう情報ははっきりは私もわからないですね。そうですか、わからないことだらけですか、とりあえず見てみましょうかね、お母さんね。はい、はい、わかりました。では行ってみましょう。はい、優子さん、フィンランドです。フィンランドで舞台女優として奮闘する優子さんにお母さんの思いを届ける旅は、距離にしておよそ7700キロ、10時間。遠く離れたイメージとは違い、実は日本から一番近いヨーロッパ、フィンランド。首都ヘルシンキは世界デザイン首都に認定されるほど産業デザインに優れた街です。町の中心にある優子さんの自宅を訪ねました。こんにちは、どうも。日本のグッド地球便という番組なんですけど、よろしくお願いします。どうもよろしくお願いします。お母さん元気にしてらっしゃるかということで。はい、これ共同アパートで、シェアで、はい、ベビーカーあるじゃないですか、家族、お父さんお母さんとあと赤ちゃん。彼女の住まいは3人家族とのルームシェア。小さな部屋をおよそ4万円とヘルシンキでは破格の金額で借りています。役者いたら、もう正直言いますと、なかなか、まさにその通りまあ生活がなんていうの、ここ5、6年で、なんていうの、普通に暮らせた年が1年ぐらいかな。あとはみんな、その例えば貯金切り崩したりだとか、あるいは今思い返してもどうやって過ごしたのかわからないぐらい、全然お金なかった時期ありますけどね。へ、
めんね。フィンランドに渡り6年、節約節約の毎日。服はほとんどがもらい物、食事は1週間に1度の買い出しで賄います。ここはこう入れるんですね。これで買い物して値引き。こちらは瓶やペットボトルのリサイクル回収機。フィンランドの大型スーパーではどこでも設置されており、本数に合わせ割引券がもらえます。一月の生活費は6万円以内に抑えている優子さん。家賃を払えば1週間の食費はたった3000円です。物価は日本よりかなり高いものの、野菜だけは格安、食事は毎日自炊です。へえ、野菜は安いね。明日が賞味期限のやつ 30% オフなんですよ。3割引きやから、まあ、ちょっとこっちとこっちで悩んでるんです。これほど切り詰めた節約生活がもう6年。1週間分。これを目の前。贅沢することも遊ぶことすらもせず、この小さな部屋で静かに過ごす日々。優子さんが活動するのは小劇場の舞台が中心。稽古期間もあるので年間 3,4 公演が限界。ギャランティーも格安です。しかもアーティストビザの彼女は役者以外で収入を得ることはできません。年収は最高でも120万円、15万円に満たない年もありました。他のことでき、今年はゼロですね。今年初めての舞台が動き出しました。優子さんが長年温めてきた企画で、日本から演出家と舞踏家を呼び公演するのです。今回は自分で企画して、資金も自分で集めて予算も自分で組んで、全て手作りの舞台になります。5年間にわたり準備してきた自主公演がついに現実となったのです。日野明さん、日本とヨーロッパで活躍する演出家です。3週間後の本番に向け、初日の稽古が始まりました。今回の芝居はシェイクスピアの代表的な戯曲マクベスに別の3つの世界が織り交ざり、奇妙な物語が繰り広げられるというもの。優子さんが演じるのはマクベス夫人をはじめとする一人三役。どう演じ分けるのかがポイントです。Tänään on mun onnenpäivä. Sä et ikinä kuuntele mua. Jukkarait on ihan kontrastuva. Mä haluan sen. Se on hyvä. Ikkai majo ugoite mii. 役を演じ分けるには筋肉の動きを根本から使い分けないといけない。日野さんは自らの体を使って筋肉の動きの違いを優子さんに伝えます。そんな目になるから、それで変わる。マクベス殿、お祝い申し上げますぞ。甲田の殿様、いずれは王ともなられるお方。Ja nyt on hyvä tavara. Hei, missä sä olit? 俳優だけでなく通訳や裏方までこなし、この舞台に挑む優子さん。その熱い思いに応え、日野さんはフィンランドにやってきました。どんだけこうチャレンジしていけるかっていう
ことを、ある意味役者さんのそのスキルというか、でそれをちょっと変えたいなというのがあって、でいろいろそれに挑戦しているみたいな。フィンランドと日本を融合させた挑戦的な作品、フィンランド人の役者も刺激を受けているようです。Mutta tällaisenä ja vielä varsinkin se, että on kyseessä niin kuin suomalais-japanilainen yhteistyö, niin se on ihan uutta. En mä ainakaan kuullut aikaisemmin. Tämä on mulle hyvin erikoislaatuinen kokemus. Hei! Finlandoon kylmäde. Ouku no zasetsu ga atta toyu Yuko-san. 高校を卒業後アメリカに渡り、大学で8年間演劇を学び、その後アメリカで役者の道に。しかし満足いく活動はできなかったといいます。いわゆる私がどうにもならない人種っていうものが壁になってた。ああ君は日本人だから例えば、まあ、ドラマの主役は無理だねとか。仕方なく日本に帰国、数々のオーディションに挑戦したものの全て不合格でした。日本では芸能界で美しさの基準とかそういうのに全然なんていうかちょっと外れた自分がおって、例えばもっとなんかちょっとこの顎細い方がええなとか、あちょっとなんかな足大脚すぎねえなとか、なんか舞台に立つ機会もそれのためになんか作りづらかったっていうのは。でその舞台見たらあそこに降りたいって思う自分がおるから、多分その欲に従って生きてきたんやと思うんです、うん、フィンランドはもちろんその厳しいところもいっぱいありますけど、舞台をあの企画したり作ったり舞台に立てたりできるっていうそういう場所を一番提供してくれてるのがフィンランドなんですね、私にとって。留学時代の友人に誘われフィンランドに渡り、ようやく自分の居場所を見つけた優子さん。そして4年前、フィンランドの国民的演劇キリストの復活祭野外劇で2万人の観客を前に優子さんはキリストを演じたのです。2万人外国人で、しかも女性のキリスト。国中がざわめく中、周囲の反対を押し切り優子さんを抜擢したのがフィンランドの演出家ミイラさんでした。Like you have given me so many, many, many wonderful opportunities as an actor, and it's like how much it helped. Like I cannot even. And then you also took the chance, and Yuko has a strong, silent yet very strong energy.And also, maybe you will ask later about the Jesus role, but I mean, there has not been stronger Jesus in this country. Keiko を重ねるにつれ迫力を増す優子さんの演技。演劇に全てを捧げる日々、そんな人生を歩めているのは亡きお父さんのおかげだと優子さんは言います。アメリカ留学を切り出した時も何も言わず送り出してくれました。行ってもいいみたいなこと言ったら、行きたいなら行きみたいな、そんだけ。もうその時は父もねちょっとリストラされとって本当にお金なかったんですけど、それでもなんか国民ローンやったっけか組んでくれて、それで私が大学行けるようにしてくれて、しかもその後自分の退職金全部送ってくれて。そして父の教えが思わぬ形で優子さんを救ってくれたこともありました。貯金があのなくなって、まあ、底をつくじゃないですか、もちろん。でもうあかんわ、どうしようかなって思ってた時に、あのたまたまその時にチラッてチラシ広告で、あの
移民向けの歌のコンテストみたいなのがあって、生活に切羽詰まっていた優子さんは賞金目当てにコンテストに出場しました。その時の歌が、リンゴの花びらが風に散ったよな。私なんか人前でなんかやりたいねみたいな感じのことをボソって言った時に、父がなんかそれやったらなんか美空ひばりのリンゴ夜明けを練習したらいいって、あの歌をうまく歌えるようになったら歌の何たるかを分かるようになるから練習しなさいって言われて、で練習してたんです、ずっと高校時代の時からずっと。父の教えのおかげで見事優勝、100万円近い賞金を手にしました。すごいな。しかしその父は優子さんの舞台を一度も見ることなくこの世を去りました。すごい人やったなと思いました。生きててほしかったと。そうですね、まあ、実際その舞台を、ね、見せたかったでしょうね、優子さん、お父さんに対しても。あのお父さんのやっぱ存在っていうのは優子さんにとってもすごくやっぱ大きかった。はい、静かな人でしたけど、すごいなんか分かってるっていうかな、やりたいことをやりなさいっていう人でしたから。でもちょっと内心ではイライラしてたかもしれない、もっと普通にやれないとか、そんな風に思ってたんですけど、なんでしょうね、結構経済的にお母さんが一番心配なさってたとこは、はい、ご本人の口からも出ましたが、なんて言ったらいいか、申し訳ないな、力になれないなと思って、でも楽しそうな気がした、うん、舞台やってる時の、やってらっしゃる姿は、ね、だから向こうで あの子が居場所を見つけたっていうのもね、すごい良かったと思うんですけど、この今回のその公演ですよね、やっぱその優子さんの熱い思いに日本から2人の方来られて、やっぱそういう優子さんの何か熱い思いがないとなかなかそういう人も来ないというか、う、ね、海を越えてね、そういうのが伝わったんでしょう ね。この後あのお母さんのお届け物させていただいてとか、また引き続き、はい、あの VTR をご覧いただきたいと思いますんで、はい、優子さんもう一度フィンランド行ってみましょう。公演まで残り2週間、劇場の準備も整い始めました。連日続く白熱の稽古、それぞれの役者の演技が同じ世界を共有するようになってきました。それが完全に一体となり舞台へ、その瞬間のために生きていると優子さんは言います。その場にいる人じゃないと絶対わからない。なんか意味があることやってんねやなって、なんか疑いなく感じる瞬間っていうの、誰が何と言おうと思う、この瞬間はあの意味があるみたいな。自分の居場所をフィンランドに見出し6年、人生の全てを投げ打ってただ舞台に立つためだけに生きる優子さん。お母さんから
届け物です。あった、わざわざ集まってきたので、ありがとうございます。開けてもいいですか。どうぞ。はい、これお父の写真ですよね。届け物は写真嫌いの父が唯一残した笑顔の写真。お母さんが大切に持っていました。娘のことを見守ってください、そんな願いが込められていました。おっとんの写真見るとわかんないですね。私の人生の中で唯一後悔してることが、もうお父さんにね、見せられないってことかな。あ、これあれ、これね、あのちょっと、多分これ井筒屋ですよね、この浴衣、この写真の、これも井筒屋やな。え、どういうこと。一回だけお土産持って帰ってきてくれたことがあって、でこれがあのその温泉の宿かなんかで買ったポーチみたいなのを私にくれて、これが唯一父から私にもらった、だから私にとって父の片目みたいなのなんですよ。時を超え、つながり、よみがえる父の記憶。そして、お母さんから娘に一つだけ聞きたいことがありました。ゆうちゃん、今幸せですか。ああ、今までの人生の中で一番幸せです。よかった。今までの人生の中で一番幸せですという答え返ってきましょうか。よかったです、ありがとうございます。あの井筒屋さんのあの巾着袋ですかね。私は知らなかったんですけど。あ、お母さんご存知なかったんですか。はい、でも優子さんそれを大事に持ってて、ね、写真見てこれやってつながってっていう、そうね、びっくりしました。あの子がやりたいことやって幸せやって思ってたらそれでいいと思います。